2022年、11月12日、ワンピースレッドフィルムを見た帰りなんですけども、まあ先ほど撮影したのが向こうの方です。で、両サイド見てもらったらわかると思うんですけども、木がいっぱい生えてます。先ほども言いましたけども、まあ、ススキのところをしっかりと伐採すればよいと。で、それで、まあ、野球部のある、高校大学等で、燃やせばよいと。まあ近隣のところですよ。あんまり遠くまで運んでたらガソリンもったいないから、もう切りに行けるところなんかもう山ほどある。で、ススキをだいぶ、省けば木の位置が本当に適しているかよくわかります。木もある程度間10メートルぐらい間開けてあげなかったら太い木は育ちません。まあそれが太い木に育った時に、まあ、強力な柱になると、まあこういったことですね。まあ山の中行きはものすごく大きな木いっぱいありますよ。 JR の道場駅の近くにもあります。撮影した分であるはずですけどね。まああの辺もススキだらけで、もう全部切ったらいい。見通し良くなって物事が分かりやすくなる。ちょっとね、もうちょっと向こうの方まで歩いていって長尾川の上流を見てみたいと思います。